E さんがやられた。 何? E さんが死んだ。 1人やられた。 運び屋が逃げた。 標的を探し出して排除しろ。 他の階を探す。 了解。 この階を調べろ。 運び屋は見つけ次第射殺しろ。 Thank you.
4月28日、マーリーンは正しかった。少女の病原菌は今まで見たこともないものだ。免疫の原因は不明。過去のケースと同様に患者のコルディセプスの抗原価は血清と脳脊髄液で高い値だ。
患者の血液培養は心筋培地においてコルディセプスの菌を繁殖させた。しかし白血球の割合と絶対数は全く正常のままだ。炎症性の細胞質分裂は見られず、脳の MRI を見る限り感染患者に通常見られる大脳変力系における心筋の増大は見られなかった。我々は実験においてこれを再現する必要がある。ペニシリンの発見と同じくらい人類の歴史における画期的な出来事だ。何年もさまよった末にようやくたどり着いた。我々人類はようやく自分たちの運命を変えられる。我々が払ってきた全ての犠牲、そして無数の命がこれで報われるのだ。開いたぞ。4月28日、午後5時半、今話し終えた、叫び終えたと言うべきかしら。寄生菌を取り出すには患者を絶命させるしか方法がない。つまりあの子を殺すということ。私の指示で感染菌との戦いはどんどん厳しくなっているわ。もう疲れた。私はただこれを終わらせたいだけ。だからやるわ。
よし、ここだ。今行くぞ、エリいつかしら。手術を決行することにしたわ。他に選択肢はなかった。あなたとの約束通り全力を尽くしてあの子をずっと守ってきたの。
あの子のためにできることは何でもしてきた。自分を捧げてきたつもり。でも私たちを救うチャンス。人類よ、これを探してたのよ、あなたも。ジョエルを消せと言われた。でも私のこの辛さを理解できる唯一の人間は殺せない。私の選択は間違ってない。何をしてる？諦めろ。我らの未来のための犠牲だ。やめろ、近づくな。いいか、その子は救えない。ここから連れ出したって死ぬのよ。クリッカーに襲われてバラバラにされるか、その前にレイプされて殺される。お前が決めることじゃない。エリーも望んでる。分かってるでしょ。ねえ、今からでも正しいことをして。エリーは苦しまないから。ファイアフライを見つけた。お前以外にもたくさん集まってた。免疫を持つ奴が何十人もだ。お前がいなくても平気だ。それに奴らは治療法の開発をやめた。
今は帰り道だ。すまない。待って、撃たないで、お願い。また追ってくるだろう。まっすぐ行くだけだ。分かった。なあ、綺麗だろ。うん。よし、頭に気をつけろよ。よし。俺も年だな。まだ行ってなかったと思うが、サラとはしょっちゅう山に登ってた。あいつの方が得意だったけどな。お前ともいい友達になれたはずだ。きっとものすごく気があったと思う。うん。下を見ろ。もうすぐだ。そう遠くないぞ。よし、任せろ。手を貸せ。よし、行こう。待って。ボストンで噛まれた時だけど、一人じゃなかったの。私の親友もいて、一緒に噛まれた。途方に暮れてたら、その子が言ったんだ。待ってればいいじゃない、どうせ最後はみんなおかしくなっちゃうんだからって。私はまだ待ってるの。エリー、ライリーって子だった。あの子がまず死んで、それからテス、それにサム。どれもお前のせいじゃない。そういうことじゃないの。俺はな、生きるためにずっと戦ってきた。お前も何があっても戦う目的を見つけなきゃダメなんだ。こんなことを聞きたくないってのは分かってる。使ってよ。ファイアフライについてさっき言ってたことは全部本当だって誓って。誓うよ。